昨日アップロードした某系列病院の被害者爆誕事件なんですけど一部の視聴者さんから連絡報告が入りまして「えー、何々クリニックだまる先生だ」といった情報をまき散らしてる人がいるということをですね確認をいたしましたと。で,、えー、曲解し,ないで欲しいんですね。それ確認させていただいたところ。 正しい情報の時もあれば、間違ってデマを拡散している人もいたんですね。で、えー、悪意のないデマってこれ一番最悪だなと思っていて、社会の役に立つつもりが、ただ自分はデマを拡散しているだけの加害者になってたなんてことがあると。えー、やばい社会活動家みたいな感じになっている時があったということですね。はい。なので、えっと、 断定した形で書くのはやめてください。あとは、えっと、こちらのチャンネルスクリーンショット転載、天才と文言の天才と一切禁止してますので、もし視聴者の方で、そういったあのチャンネルルールに反して、えー、いる方を見かけたら、えっと、全部無許可ですので、こちらまでご連絡の方をお願いします。えー、まあ断定は良くないということですね。で、えー、 半分は合ってたけど、半分は間違ってた。